ヤマハモーターレーシング、ヤマハモーターレーシング、ヤマハファクトリーレーシングは、ロードレース世界選手権のMotoGPクラスで、ワークスチームを運営するヤマハの子会社。シーズにより、モビスターヤマハMotoGPの名前で参戦している。シーズンまで、チームレーニーとして2年間ワークスサポートを受け、500cc クラスに参戦していたウェイン・レーニーが、監督業を引退、チームを解散したことに伴い、新たなワークスチーム運営のために設立された。当初チームの本拠地はオランダに置かれたが、イタリアに移転する。初年度の1999年からまでは、マックス・ビアッジとカルロス・チェカをライダーにシリーズを戦った。当初は、YZR500、2002年はYZR-M1 を買ったビアッジは、在籍中に通算9勝を挙げた。2は、ビアッジに代わりマルコ・メランドリとアレッシャンドレ・バロスが加入。チェカのチームメイトとなる。しかしながらこの年、ヤマハチームは、ルーハンと NSR が完全にシーズンを制圧。シーズン12勝を挙げた97年以来となる GP 最高峰クラス未勝利で終わり、表彰台もバロスがウェットコンディションのフランスルマンで得た3位表彰台1回のみとなった。マシン開発では、開幕戦の鈴鹿でリアサス日本タイプで排気管がセンターアップタイプという一風変わったプロトタイプのYZR-M1がテスト参戦、安倍のりふみがライディングするなど、迷走と言っても良い内容となった。その主な理由は、エンジンの出力特性があまりにもピークパワー重視型になってしまったことによると考えられる。その証拠にバロスの開幕戦鈴鹿の予選での転倒や、チェカのシーズン中の再三の転倒、そして、シーズン最終戦のバレンシア戦の終了後に、ジャーナリストや、MotoGP ライダーを招いて行われる、インプレヨン走行で、80年代のナ GP ライダーであるランディ・マモラが、YZR-M1での走行後に、チェカに対して語った、俺はお前を尊敬するぜ。あんなに乗りにくいバイクで1年間レースを走ったんだろ。俺は、あんなのは初めてだ。コーナー立ち上がりでアクセルを開けたら、まるで尻尾を踏まれた猫みたいにいきなりギャンってなるんだからな。というコメントをしたと言われており、安心してアクセルを開けられないバイクとなっていたようだ。ハバロスに代わりバレンティーノ・ロッシが加入すると、シーズン9勝を挙げ、MotoGP クラス初チャンピオンをチームにもたらす。前年の未勝利から一転した結果が得られた理由は、エンジン特性が低回転域からマイルドに吹け上がり、なおかつトラクション性能の良いエンジンになり、ピークパワーはあえて向上させず、マシンがコーナリング中で傾いた状態からでも、アクセルを開けやすい性格になったことや4、バルブエンジンへの回帰が挙げられる。ヤマハ本社の上層部の意向ではより一層、ピークパワーを上げる選択肢もあったが、新加入のロッシが、ピークパワー手の不利を承知の上で、あえてこういったエンジン特性のマシンを望んだことなど、ヤマハハンドリングとも言えるコーナリングからの滑らかで、素早い加速につながる、マシン作りへと結実し、それが前日の結果に現れたと言える。この年以降、ヤマハはライダーフレンドリーなマシン開発をテーマとして、安定した成績を残すようになった。マシン開発の上では重要なターニングポイントとも言える一年になった。2は、ロッシのチームメイトに、コーリン・エドワーズが加入。この年もロッシは、シーズン11勝という圧倒的な強さでチャンピオンシップを連覇する。昨年ロッシ加入とともに見直されたマシン開発の方向性から、さらなる改良で、ピークパワーを上乗せしつつ車体特性の最適化がなされ、そのためにリアサスの応力を受けるピボットを、エンジン後部のアボックスに設置するなどの改良が施され、ピークパワーが上がり過激になったエンジン特性を電子制御スロットルなども導入して、コントロール性とピークパワー向上の両立が図られた。結果がシの11勝での圧倒的なタイトル獲得につながった。さらにコンストラクタータイトルも獲得。浅間火山レース参戦に始まったヤマハモータースポーツ50周年を記念する素晴らしい成績で2005年締めくくった。は両ライダーともチームに残留する。メインスポンサー変更に伴ってカラーリングが青ベースから黄色ベースに変更。マシンはさらに進化したものの、シーズン序盤はフロントタイヤ周りの微振動によるハンドリングのトラブルや開幕戦では、ホンダのサテライトチームライダーのトニー・エリアスに追突されてロッシが転倒するなど不運にも見舞われた。そんな中、ホンダのニッキー・ヘイデンに大幅なポイントリードを許し、全ライダー中、シーズン最多勝ちの5勝を挙げながら、シリーズ2位でシーズンを終えた。最終戦のバレンシアではロッシにしては珍しく自身のミスによる決勝レース中の転倒で一度は逆転したポイントを再逆転されタイトルを失った。もライダーに変更はなく、新しい 800cc 仕様のYZR-M1 でシーズンを戦った。ロッシはシーズン4勝シリーズ3位に終わった。シーズンはドゥカティに移籍したケイシー・ストーナーが圧倒的な差を見せ、シーズン7勝を挙げ初のタイトルを獲得。YZR-M1 はピークパワーがドゥカティのデスモセリチ GP7 に対して大幅に劣っており、シーズン中のマシン開発で徐々に失地回復がなされるののロッシの2年連続タイトル逃しにつながってしまう結果となった。これを経て、ヤマハモータースポーツ内部では再び、ピークパワー重視、エンジン特性を犠牲にしてでも、の意見が出るが、古澤正夫チームリーダーをはじめ、マシン開発責任者の辻浩一氏、ライダーであるロッシの意見などもあり、今後もマシンバランスとハンドリング性能重視で、さらなる改良を続けていくことになったと言われている。エドワーズに代わりルーキーのホルヘ・ロレンソが加入したシーズン、チームはユニークな体制を取ることになった。ロッシ社がブリヂストンタイヤ、ロレンソ社がミシュランタイヤを履くため、互いのタイヤメーカーの機密保持のため、二人は壁で隔てられた別々のピットを使用することになった。しかし、エントリー上は単一のフィアットヤマハとして、チームタイトルを目指す形となった。ロッシは18戦中9勝、残り9戦のうち7戦で表彰台を獲得する圧倒的な強さでチャンピオンに返し咲く。一方のロレンソもルーキーとは思えないほどの活躍を見せ、第3戦エストリルで早くも初優勝を収めた。シーズンはライダーのラインナップに変更はなかった。MotoGPクラスのタイヤ供給体制がブリヂストンのワンメイクに変わり、チーム分断の必要はなくなったが、前年の体制がうまくいったことから引き続き、壁を設置することになった。ロッシとロレンソは、激しいタイトル争いを展開したが、最終的にはロッシが競り勝って2年連続チャンピオンを獲得、ロレンソはシリーズ2位となった。も、ロッシ・ロレンソの体制を維持して臨んだ。ロレンソが18戦中9勝を遂げ、圧倒的な強さで初のチャンピオンを獲得、チームとコンストラクター部門合わせての3冠、タイトル3連覇を達成した。ロッシは第4戦イタリア GP で、脛骨解放骨折の重傷を負い4レースを欠場、復帰後も開幕前に負った肩の怪我に苦しみ、シーズン2勝でシリーズ3位に止まった。ロッシの欠場中、第7戦、カタルニア GP2 の未開発ライダーの吉川渉が代役参戦した。シーズンは7年間在籍したロッシがドゥカティワークスに移り、後釜としてベン・スピーズがチームに加入する。ロレンソは3勝を挙げたが、シリーズ2位にとどまり、スピーズは第7戦オランダ GP で初優勝し、シリーズ5位となった。なお、シーズン終盤に怪我をしたロレンソの代役として、中須賀克行が第 17.18 戦に参戦し、第18戦バレンシア GP で6位入賞した。シーズンもロレンソ、スピーズのコンビで継続。このシーズンロレンソはシーズン5勝と優勝回数こそ、ホンダのペドロサに劣るも、ポールポジション4回、リタイア2回は、ペドロサと同数それ以外は、すべて2位という安定して、ポイントを稼ぎ王者奪還に成功した。ちなみに、ペドロサは優勝以外は2位、3位4回、4位1回だった。一方、スピーズは前年から1点最高が4位2回、未勝利という苦しいシーズンとなり、ランキング10位に終わった。なお最終戦バレンシア GP では、スピーズに代わり前年と同じく中須賀が参戦、予選16番手から2位表彰台を獲得した。シーズンは移籍したスピーズに代わり3年ぶりにロッシが復帰、ロレンソとコンビを組んだ。開幕戦カタール GP では、ロレンソ、ロッシが1から2フィニッシュを決める。ロッシは、この2位入賞で、表彰台獲得回数177とし、史上最多記録を更新した。ロレンソは、鎖骨骨折など負傷に悩まされるものの年間最多の8勝を挙げランキング2位。ロッシは、オランダ GP の1勝のみであったが、上位入賞を続け、ランキング4位となった。シーズンは、タイトルスポンサーに、モビスターが付きチーム名が、モビスターヤマハモト GP となった。ファクトリークラスを選択したため燃料容量や年間のエンジン機数など様々な制限を受けるとなったが、オープンクラスに対しては優位性を保ち続けた。前年と同じロッシとロレンソのコンビで臨み、ロッシとロレンソがそれぞれ2勝ずつのシーズン4勝を挙げ年間ランキングはロッシが位位、ロレンソが3位となった。シーズンは前年と同様の体制での参戦となった。昨年マシンの弱点であった、ブレーキング等に改善が図られライバルホンダの不調も、アリシリーズを優位に進め、ロッシとロレンソが最終戦までタイトルを争うこととなる。結果ロレンソが7勝を挙げチャンピオンを獲得、ロッシは15回の表彰台を含む4勝で、ランキング2位となり、通算5回目となるチーム、ライダー。コンストラクターのMotoGP 3冠に輝いた。シーズンも同じ体制で参戦。両者とも序盤は好調だったが、中盤からは優勝者が乱立するほどの混戦に巻き込まれ、ロッシは序盤の2勝にとどまったが、ランキングは2位。ロレンソはランキング3位だったが、最終戦の勝利を含む4勝を挙げ、ホンダの3冠を阻止する形で、チームタイトルを獲得した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。